ワンショットキルをもってしても百面相を倒せなかった。ま、こうなっちまうよな。なかなかひどい状況ね。お、サイオン寺。ふん、少しは落ち込んでると思ったのだけど。それはお前の方だろ。そうよ、悪い。サイオン寺、お前を呼び出したのは大事な話があるからだ。え、篠原が私に。サイオン寺。待て、まだ心の準備が。ちょっとその辺に隠れててくれるか。はい。知っての通り、全面戦争は失敗した。つまり百面相、椎名紬を真っ向から倒すのは不可能だ。じゃあもう諦めるしかない感じ？なわけないだろ。向こうが手段を選ばないなら俺たちだって徹底的に戦いましょう。とはいえこれだけの戦力差、簡単にひっくり返るとは思えないぞ。だからあいつに仕掛けようと思う。アストラルと連動した最後のゲームをな。そんなものを用意していたのか、抜かりないな。だが百面相をどう参加させる？確かに百面相はすでにエリアの大部分を占拠しています。待ってるだけで勝てちゃうならゲームなんてやってくれないよね。しかも明日は最終日、倉橋も必ず介入してくるだろう。ああ、不正に妨害全部織り込んだ上で椎名と倉橋どっちも倒さなきゃいけない。それでも俺を信じてくれないか？はい、もちろんだよ。オッケー。ふん、仕方がない。みんな頼むな、見せつけてやろうぜ俺たちの底力をな。よし。はあ、椎名をゲームに誘う方法か。あ、やっと見つけた。お兄ちゃん、何か仕掛けて。おねえ、今から私とゲームしよう。え、また負けちゃった。まさか昨日までと同じテンションとはな。なあ、お前本当に百面相なんだよな。お、そうだよ。成城学園のメンバーとして参加してるのは私。どういう経緯で参加することになったんだ？え、経緯？私、学校が好きじゃなくてお家でゲームとかパソコンばっかりやってたの。ああ、前少し聞いたな。それでも中学生になってもうすぐ義務教育は終わり、学校行かなくてよくなるって思ってたんだけど、気づいちゃったの。高校に入らなかったら星取りゲームにも参加できないって。ああ、それは確かに。私どうしても星取りゲームだけは諦められなくて、デバイスをちょこっと改造して専用プログラムを無理やり組み込んでみたの。それでアカデミー史上初の偽アカウントを作り上げたってことかよ。すごい？ああ、すごいよ。そしたらね、突然なんとかミカドって人から連絡が来たの。仲間に加えたいとか、その才能は我々に必要だとか、すっごくうさんくさいの。なんていうか悪の組織みたいな感じ。その人からアストラルを紹介されて、本物そっくりの複製品を作れる星っていうのをもらったんだ。その代わりに頼まれたのが最初の宣戦布告だよ。お兄ちゃんと女帝さんを一気に倒しちゃうぞってやつ。そっか、そういうことだったのか。明日はついに最終決戦だよね。お兄ちゃんと遊べるイベントの最終日、もうドキドキして眠れないよ。って寝るのかよ。やっぱり椎名は俺や西園寺の事情は全く知らされずに参加してるだけ。アストラルだって勝ったら嬉しくて、負けたら悔しい、ただのゲーム。そして決着がつくまではとことん続きを迫ってゲームをやめない。だからちゃんと自分は負けたんだ、ゲームは終わったんだって思わせてやらないと。
そしてアストラルに残った最後のプレイヤー3名が揃った。あのさシーナ、今の私は百面相よ。とりあえず元の姿に戻れよ。そっちの方がお前も虚勢を張れるだろう。確かに。じゃあお言葉に甘えて。どう？お兄ちゃん。お兄ちゃん、やべ、改めてだシーナ。フィールドで顔を合わせるのは初めてだし、一旦今の状況を整理しないか。脱落せずに残ってる学区はもはや3つだけ。桜花と英明、それから正常だ。そしてエリアの広さもスペルの枚数も支持率も全部私が一番。確かにな。だけどシーナは覚えてるのか。ん、このイベントが始まる前、お前は西園寺に喧嘩を売ったよな。iTube を使って大々的に宣戦布告をした。うん、そうだけど、あの時お前が西園寺に申請したゲームの内容、まさか忘れちゃいないだろ。先にお兄ちゃんを倒した方が勝ち。そうだよ。つまり極論アストラルの順位なんてどうだっていい。それにこうも言ったはずだぜ。もし誰も俺を倒せなければ女帝争奪戦は俺の単独勝利で構わない。その場合自分の処遇は俺に決めてもらっていいってな。え、そんなこと言って言った気がする。つまり女帝争奪戦に関して言えば、俺は逃げ切って勝つことができるんだ。要するにお前と戦う必要は全くない。だけどその場合アストラルは負けが確定する。それはサイオン寺も同じことだ。あなたに女帝の座を譲るわけにはいかない。だから篠原が逃げ切ってくれること自体は大歓迎よ。でももしあなたがアストラルに勝てば、その時点で桜花は6位以下になる。そんなの認められないわ。てわけでシーナ、今から俺たちと新しいゲームをしないか。さっきの話で分かっただろ、このままじゃ全員負けだ。それはそうかも。だったらここで白黒はっきりつけるべきだ。ゲームの名前はクロスボード。アストラルと連動した単性ボードゲームだ。こいつで俺を倒せばお前は女帝争奪戦にも勝つことができる。そして俺たちにも逆転の可能性が生まれる。私は賛成よ。なあシーナ、断っちまっていいのかよ。こいつはお前がずっと憧れてた星取りゲームのお誘い。しかも相手は六つ星の天才お嬢様と史上最速の七つ星だ。こんな機会今を逃したら一生ないと思うけどな。確かに。いいよお兄ちゃん。それじゃ最後はクロスボードで決着をつけようか。随分と大掛かりな演出ね。こりゃすげえな。クロスボードのマスはアストラルを全100マスに圧縮したものだ。役職もアビリティも全部引き継がれてる。全てのマスを失うかコア拠点を失ったら負け。そしてこれが重要なんだが、クロスボードとアストラルは常に連動している。この盤面の変化は全てアストラルのフィールドにも反映されるんだ。要は英明のエリアを全滅させた方が本物の女帝ってわけだ。すっごい。じゃあ私から始めるね。シーナ紬の番です。まずはメインアクション、2種類のフラッグから1つを選んでボードに配置してくれ。置けるのは自分のエリアに隣接しているマスだけだ。決めた。コア拠点じゃなかったか。一手目で負けてたまるかよ。次はサブアクションだ。3つのうちどれか選んで実行してくれ。どうしよっかな。よし、これを女帝さんのエリアに。ハズレか。それじゃ次はお兄ちゃんの番。篠原ひろとの番です。ああ。残り2マスしかないのにすぐエリアを広げないなんて。
私を勝たせてあげようっていう兄心なわけないだろ。あと兄じゃないし。サブアクションで撹乱を選んで終了だ。詰んだかね。え、詰んだってどういうこと？わからない。私たちは二人とも英明を攻められなくなったわ。英明は残り2マス。ただしどちらがコア拠点かはわからなくて、次にフラッグを置けるのは正常ということは。そう、当然二人とも俺を倒したいわけだが、クロスボードはターン制だ。英明を残り1マスにした時点で相手の勝ちが確定する。要するに二人とも俺を攻められないどころか、もう一人から俺を守らなきゃいけないんだよ。最初からそれが狙いだったの、お兄ちゃん。そりゃもちろん。オーカとしては別に構わないけれど。サイオン寺サラサの番です。サブアクションはかく乱で、シーナ紬の番です。どうしよっかな。やっぱりシーナは単純にゲームが楽しいだけで、不正をしてでも勝利を求めるようなタイプじゃない。あ、何よこれ。どうしてオーカのマスが奪われてるわけ？なんかいきなり色が変わった。あなたのアビリティじゃないの？そうなのかな。もしかして私の闇の力が強すぎてボードごとダークサイドに。そうね。シーナはまだアクションを行っていない。となれば思い当たるのは。何これ。本物じゃない、劣化コピーか。多分百面相と同じだよ。え、私と同じ？いろんなプレイヤーの外見をコピーしてた、あれと同じね。ああ、そいつらを使って無理やりエリアを広げてるんだ。おお、そう、そういうことなんだよ。お兄ちゃん、やっぱり私天才。この劣化コピーを出現させてるのは倉橋で間違いないだろう。くそ、もはや遠慮のかけらもない実力行使。よし、なんか勝てる気がしてきた。一マスでも取られれば致命傷か。篠原、二つのゲームが連動している以上、悪用するのはそう難しいことじゃない。それじゃあどうしてそんなルールを。決まってるだろ、リスクよりもリターンの方がはるかに大きいからだ。何せ俺のチームメイトは最強だからな。篠原ヒロトの番です。七瀬、次は左右同時だ。軸足でジャンプしてかわし、右に銃火、左の追撃を防壁でいなして距離を取りつつ連続で魔法。注文が多い。はい、撃破。ほら見たことか。七瀬は文句を言わずに僕の指示を聞いていればいい。なんで褒めてくれないわけ。どうせうちのことなんか適当に扱ってもいいか。答えつとも決まっているだろう。僕の指示に 100% 答えてくれるものなど、この世に麻宮七瀬しかいないからだ。バカ、それじゃあうちがシンジのこと本当は信用してるみたいじゃん。違ったのか。悲しそうな声出すな。信じてなきゃ背中なんか預けないから。そうか。しかし七瀬、安全なところから指示を出しているだけの僕は、果たして背中を預けられているのだろうか。もう判断したい。朝宮七瀬と榎本真嗣、なんであいつらが生きてやがる。霧ヶ谷が確実に仕留めたはず。平井真、くそ、サーバーのログまで偽装されてやがる。つまりライブラもグー。これも全部篠原ヒロト、お前の思惑か。ああ、考えることは結局同じだ。別の参加者を送り込めばアストラルを制圧できる。こういう時のためにあいつを雇ったんだからな。
時間だ、霧ヶ谷。分からせてやれ、俺たちの強さを。いや、そいつは無理な注文だな。何？倉橋、てめえの作戦は篠原に読まれてんだよ。俺様は勝てもしないゲームに乗るほどバカじゃねえ。何を言ってやがる。てめえは俺の駒だろうが。さっさと言う通りに。てめえには何の価値もねえ。てめえごときじゃ七つ星の相手にならねえってことだ。おしまいだよ、倉橋帝。くっ。クソが、クソガキどもが。5ターン目、状況はだいぶ変わってきたが。椎名紬の番です。やっぱりお兄ちゃん強すぎ。そりゃ負けるわけにはいかないからな。というか、イカ様もなしで普通についてきてるこいつが一番すごいと思うけど。なんか変かも。変って何がだ？体が動かないっていうか、操作できないっていう。なになに、触ったところが私のエリアになるの？倉橋のやつ、とうとう椎名の操作系統を奪ってきたか。まったく、呆れたお嬢際の悪さね。まあでも、これで全ての条件が揃った。篠原ひろとの番です。アビリティ逆探知発動。よう、倉橋、聞こえるか？今回は完全に俺の勝ちだ。おとなしく諦めるんだな。ああ、そうそう、今俺が使ってる逆探知ってアビリティさ、名前の通りお前の居場所も特定できるんだよ。そんなもん、アストラにいるてめえには関係ねえだろうが。そうでもないぜ。英明には俺以外に4人のプレイヤーがいる。朝宮と榎本の働きは知っての通りだけど、残りの2人は一体どこで何をしてるんだろうな。お前は篠原ひろと様の専属メイド、姫路白雪です。こちらに百面相を動かして遊べる新作ゲームがあると教えていただいたもので。ふん、女一人で何ができるってんだ。女一人、まさか。私は異性と接するのが得意ではありませんので。いっぱい連れてきちゃった。なんだお前ら。まだ続けますか？姫路たちが倉橋の拠点に乗り込んでからの展開は実にあっという間だった。百面相の体を姫路が乗っ取り、盤面を緑で埋め尽くす。これにより長く最大勢力を保っていた正常エリアは完全に消え去った。椎名紬、脱落です。終わっちゃったんの？これで全部終わり？ああ、お前の負けだ、椎名。ま、今回はちょっと相手が悪かったな。そうかな。そうなのかも。アストラルは私の負け。それはいいんだけど、私もしかして悪いことしてたのかな、椎名。いや、その質問に答えるべきは俺じゃないよな。風見、篠原くん、サラサちゃん、一つ教えてほしいんだけど、ライブラは、風見は椎名紬をどう思ってるんだ？紬ちゃん、聞かせてほしいにゃ。アストラルはどうだったにゃ？つまらなかったかにゃ？そんなわけない、そんなわけないよ。すごく、すっごく楽しかった。アストラルも MTCG もクロスボードも全部楽しかった。終わっちゃうのが寂しいくらい、ずっとずっと遊んでてもいいぐらい楽しかった。なら、よかったにゃ。私たちはみんなに楽しんでほしくて運営を頑張ってたにゃ。
百面相っていう強敵がいてくれたおかげですっごく盛り上がった。だから楽しかったって回答はとってもとっても嬉しい。100点満点にゃ。100点満点、あ、よかった。なんとか無事に解決しそうだな。これでクロスボードもアストラルも俺たち英明学園の完全勝利って、あれ、アストラルのフィールドが解除されない。なぜだ。あ、オーカのコア拠点だけは守らせてもらったわ。全マス奪って完全勝利なんて、そんなかっこいいことはさせてあげないんだから。こいつ。ヒロト君だ。シノ、お疲れ。見事だったな。お帰りなさいませ、ご主人様。ああ、ただいま。最後の最後に大逆転なんて、ノアもっと好きになっちゃったかも。近いです、秋月様。まだ触ってないよ。今回篠原が成した功績ははっきり言って計り知れない。生徒会長として感謝しなければならないな。当たり前じゃん、シンジ気づくの遅すぎ。いや、みんなの協力があったからだ。そうか、了承した。ならば先ほどの感謝は取り下げよう。了承するの早すぎじゃね。敬語がなかったからな。全ては一つの嘘から始まった。一つの嘘が誰かを救い、一つの嘘が多くの出会いを生み、一つの嘘が人生を変えてしまうこともある。俺の嘘はもう俺一人だけのものじゃない。ご主人様、いつか必ずこのアカデミーで幼なじみのあの子を見つける。その日まで。来たぞ、七つ星。アカデミー最強よ。次はどんな風に戦うんだ。大注目だな。さあ、ゲームを始めるわよ。これからもこいつらと共に俺は嘘をつき続ける。